でですね、まあ、あのディティールなんですけど、まあ、あのこうトップボタンなんですけど、はい、皆さんこんにちは、星本です。本日なんですけども、まあ、私のですね、あのお気に入りのアイテムでもあります、もう WRL のですね、まあ、ヒッコリーパンツについてお話していきたいと思います。でその前になんですけど、まあ、少しだけですね、あのこの WRL の、まあ、ブランドについてお話していきますと、もともとですね、あの有名なあのラルフ・ローレン氏によって、まあ、1993年にですね、まあ、作られたブランドとなっております。もともとラルフ・ローレン氏ってあのヴィンテージが大好きな方で、まあ、ある時あのヨーロッパにですね、あの服をですね探しに行った際に、まあ、ヴィンテージのジーンズをですね、まあ、他のバイヤーたちにほとんどこう買い付けられていて、まあ、すごくあの悔しい思いをしたということで、ただですね、やっぱりあの欲しくて欲しくてたまらない、じゃあどうしようっていうふうに考えた時に、まあ、それならですね、こう自らヴィンテージに特化したブランドを立ち上げようと思ってですね、まあ、そういうような発想からあの作られたブランドとなっているんですね。まあ、ちなみになんですが、あの WRL というブランド名は、まあ、ラルフ・ローレン氏と妻のリッキーのですね、あの頭文字を取って、まあ、付けられたのがですね、あ、名前の由来とされております。でということでですね、早速あのアイテムの紹介にですね移らせていただきますと、まあ、改めましてこちらのアイテム名はですね、まあ、WRL のヒッコリーパンツとなっております。まあ、最近あの仕事が忙しくてですね、あの体重がですね約あの 7,8 キロぐらい減ったんで、あのまあ今までですねちょっと太りすぎてしまってですね、結構このパンタイトなんでなかなかですね、あの履く機会がなかったんですけども、まあ、今回ですね、まあ、そういった事情もあってですね、あのタンツからですね引っ張り出してきました。まあ、サイズなんですけど、まあ、ウエストが30ですね、でレングスが32となっているんですが、まあ、気持ちですね、ウエストもですね30と言いながらも、まあ、大きめですね。私が普段32とか34ぐらいを主にですね、パンツのサイズ履いているんですけど、まあ、腰回りは全然ですね、30という表記なんですけど、まあ、少しこう、ジャストというよりは余裕がある感じで、まあ、足のちょっとですね、太もも周りとかふくらはぎあたりになってくると、ちょっとですね、窮屈な感じはするんですけど、まあ、なんとかですね、入ったんで、まあ、ちょっとですね、今後ですね、楽しみにしております。で、ディティールを見ていくんですけども、やはりですね、さすがこうヴィンテージマニアの、まあ、ラルフ・ローレン氏のですね、まあ、立ち上げたブランドだけあって、まあ、絶妙に色落ちしたボディに対して、まあ、気持ち程度のですね、ペイント加工がですね、まあ、施された味わいのですね、深い一本となっております。それではですね、ちょっと全体のですね、ちょっと動画を見ていただいてですね、まあ、こんな感じになっているというのが伝わればいいので、ちょっと全体のですね、動画を見ていただいたらと思います。でですね、まあ、ディティールなんですけど、まあ、このトップボタンなんですけど、これトップボタンがですね、めちゃくちゃですね、おしゃれでかっこいいんですけど、刻印入りでですね、これはまあ一応WRL っていう風にですね、まあ、刻印が入っているというところなんですけども、あとウエストバンドのですね、格子状のですね、サスペンダーボタンっていうのがこちらあるんですけど、これもちょっとですね、こだわったですね、ヴィンテージ感の出まくったですね、こんな感じのボタンになっていて、めちゃくちゃこれもかっこいいんですけど、サスペンダーボタンの、まあ、すぐ右にあるですね、この部分なんですけど、まあ、ウォッチポケットっていうのがあってですね、これも非常にこうこだわり抜かれたですね、ポケットになっていて、これもすごい可愛いですよね。はい。で、本当これ見ながらですね、こうビール1本ぐらい開けてしまうレベルのですねアイテムなんでですね、すごくかっこいいんでですね、ぜひ見ていただけたらと思うんですけど、まあ、バックポケットの部分にはですね、こんな感じのですね WRL のですね、こんな感じでですね、まあ、ロゴがついております。はい。で、シルエットなんですけど、まあ、なかなか細身でですね、今時のですね、綺麗なシルエットに仕上がっておりまして、まあ、かなりですね、このパンツ自体が細身なんで、まあ、ほんとこれをですね、合わせるときはですね、少しですね、まあ、上のですね、トップスはですね、まあ、気持ちいいですね、まあ、大きめにしてもらって、で、まあ、ですね、このパンツをですね、すごく細いんで、
まあ、このそのまま履いていただくと結構ですねバランスよくですね履いていただけるんじゃないのかなっていうようなところでありますね。それではですねちょっと着用動画にですね映らせていただきますので、まあ、せっかくなのでちょっとこう履いてみたいと思いますのでよかったらご覧になってください。どうぞ。 When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tightFound what we're looking for in life. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no はい、ということでですねいかがだったでしょうか。で今回なんですけども、WRL のですねヒッコリーパンツについてお話しさせていただきました。それではですねまた別の動画でお会いしましょう。バイバイ。